はい。皆様、こんにちは。川ポンです。えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、明治大学の共通テスト利用ボーダーのご紹介になります。河、え、合、ー、塾の9月現在の最新の数字になります。 で基本的にあの三教科方式の数字ではあるんですけど、えー、学部学科によってはね、これ三教科ではなくて四教科以上必要なところがありますので、えー、ここはまあ後で個別に紹介していきますけど、基本的に黄色い文字のところが四教科以上必要だと思ってください。少し画面が小さくなりましてね、ちょっと文字が見にくいかもしれませんが、えっ、ー、と、ご了承ください。えー、ということで、ね、細かくポイントだけサクッと見てまいります。では画面からいつも通りいきます。はい。 はい。でね、えっ、ー、と、法学部に関してはね、これ意外と低めで80%となっています。で、えっ、ー、と、小学部に関しても80%なんですけども、ここはね、あのー、まあ、黄色い文字、つまりこれね、数学が必須の4教科必要ありますので、少し受験のハードルが高くなりますので、ご注意ください。 で、政治経済学部に関しては、えっ、ー、と、政治学科、経済学科はさすがに高いですね。86%、85%。あ、この、ね、赤枠のゾーンは85%以上の高いゾーンという意味になりますね。 地域行政学科がね、77%なんで、お狙い目じゃんって思うかもしれませんけども、ここはね、黄色い文字、つまり、えっ、ー、とね、ここ、5教科7科目必要になりますので、まあ、ほぼ国立と同じ感じの入試科目になりますので、結構受験のハードルは高いですので、ご注意ください。文学部がね、えっ、ー、と、ほんとこれ学科が多いんですけど、えー、結構85のハイレベルゾーンかなりあ,ありますので、えー、文学部、 はちょっと学科により要注意ということになります。で、偏差値もね、意外と文学部の方が、まあその看板の章とか法とかより高かったりするので、まあちょっとそういう傾向があるみたいですね。はい。で、経営学部と情報コミュニケーション学部、ここも人気高いですよね。ここはね、偏差値 80, あ、ボーダーですね。ボーダー83%となっています。で、中野キャンパスの国際日本も84%で高いですね、ここもね。 で、総合数理に関しては3つの学科があるんですけど、ここはね、すべての国語が必須の4教科になりますので、ご注意ください。受験のハードルは高いです。で、なおかつ、ボーダーも高めです。80%超えてますからね、とてことですね。はい。で、農学部はね、これ3教科でいけるんですけど、まあ、意外とちょっと変、えっ、ー、と、ボーダーはちょっと低めかなというところですね。えっ、ー、と76、76%でいけちゃうところもありますので、まあ、少し、えー、狙い目かなという感じはします。 で、理工学部に関しては、えー、っとね、黄色い文字ですね。これ、物理、建築、応用科学、数学。ここは、あの、国語も必須になりますので、少し受験のハードルは高いです。えー、それ以外は3強化できます。うん、で、えー、っと、京手ボーターはご覧の通りですね。 えー、83%から77%のレンジで、ランジで、えー、分布になっているということですね。はい。ということで、手短ではありますが、まあ、これらもすべてね、えっと、カワポン資料1に入ってますので、まあ、ぜひコメントをいただけ、あ、コメントをご覧いただければと思います。ということで、以上になります。さようなら。